防波堤がですね震災前からあったんですが、それがあの引き波で倒されてですね、転がってまあ推定15メーターぐらいのところまで引っ張られてですね、そのまま残っているものですね。一つ一つあのブロックのような形になってるんですけれども、一辺がだいたい5メーターぐらいの立方体のような形になってます。まあ、潜ることによってその、思い出したりですね、津波の、今イメージというか意識がどんどん薄まってきてると思うんですけれども、それをまた思い出すきっかけになるものだなというふうに感じてます。生き物がついていくことによって、一年一年経っていくなっていうのも感じましたし、震災以降というイメージですかね、震災以降としての意味合いが強くなってきてるのかなというふうに思いました。人工の構造物ではあるんですけれども、震災の、そういう被害を風化させないためにも保存できる場所ではあるのかなというふうに思います。海の中であれば、保存状態が良いままというかですね、潜って見れる場所として今からも、残していければというふうに思います。